どうもカンチャカンチャカンチャでございまして、今日はどこ来てるかっていうとですね、南羽生駅というのに来てます。南羽生駅でございますね。羽生駅ではなくてですね、あえて南羽生駅に来てるというですね、お前一体何しに来てんだって話なんですけどですね、何の特徴もない駅なんですけれどもですね、ここで無理無理ですね8分以上の動画を作るというですね、いつものシリーズをやってみようと思います。ほとんど再生されないシリーズなんですけどね、僕ちゃん自身は、ね、一番やってみて楽しいシリーズなんで撮るということでございますので、よろしければ最後までお付き合いくださいませ。はい、それでですね、ここがですね、南羽生駅の一番先端部分ですね。ぐるーっと回ると、こんな感じで、ホームから線路に降りちゃいけないというですね、おなじみの標識があって、これずっとですね、行くと浅草の方面ということです。でご覧いただけますかね、ものすごいこう線路がまっすぐですよね。めちゃくここずっとまっすぐなんですね。ここはですね、本当まっすぐなんですよ。でぐるーっとですね回るとですね、こっちもひたすらずっとまっすぐで、ひたすら直線というですね、そういったところにですね、その駅があるんで、全面展望とかですね、ゆっくり見るとですね、なかなか迫力がある、ところなんですよね。本当にですね、いわゆる高架じゃなくて平らで、ひたすらまっすぐで、ポイント一つないんですよ。だからポイントすらないんですよね。本当にまっすぐな2本の線路がひたすら続いてて、ポイントもなければいわゆる側線みたいなのもないというですね、ものすごいこのシンプルな、この気持ちの良いこの線路ですよね。こういうのがですね、非常にそのなんていうか素晴らしいなと思いますよね。ご覧いただけますか、もう地平線が見えてるんですよね。ほとんどですね、あ、地平線です、地平線です、地平線で、こっち側もこっち側も直線でずっとまっすぐ行って地平線が見えてですね、でぐるーっと回ってですね、こっち側の方もまっすぐ行ったら、あれも地平線ですよ、地平線、あの線路曲がってんじゃなくて、あれ地平線です。ここはですね、実はですね、地球が丸いんだと、地球は実は平らじゃなくて丸いんだということをですね、体感できる日本でも数少ない貴重な場所だということでございますね。海でもないのに日本でこうやってですね、はっきりしたかな、地平線が見えるようなですね、とこなんて本当珍しいなと思いました。あ、なんか踏切が鳴り出しましたね。なんか電車が来るみたいですね。こっち側から迫ってくるのは、これは両毛号ですね。ですから通過します、特急電車でございます。でこっち側から来るやつは音が来ましたね。これはですね、区間準急って言って、浅草から館林まで行くですね、ロングラン電車でございますが、この辺は準急なんですが、もう各駅停車ですね。どこからかな、そうだ、北越谷からずっと各駅停車で走ってる、電車でございますがですね、あんまお客さん乗ってないですけどね、6両編成かしら、そんな感じですね。多分8両だな、8両編成ですね。で、浅草から来るので8両編成でございますね。でこの横を特急がもうよよよんとゆっくりだな、ゆっくりだな、遅っ。なんか直線だからものすごい高速で通過していくのかと思ったらですね、遅いですね、地味な特急でございますね。本当に遅いみたいな感じですね。でこっちが、その止まってる電車8両編成でございまして、でこっちの方はこう地平線の彼方にですね、特急両毛号が消えていくのがですね、ご覧いただけますかね。こうずっと消えていってですね、地平線です、ここ もう地平線の彼方にですね、こう特急両毛号が消えていくということがですね、なんか朝もやの中にこう消えていく特急両毛号、なかなかねナイスな感じじゃないですかね。これちなみにものすごい先でございまして、ぐーっと引くとこんな感じです、こんな感じですね、消えていくわけでございますね。でこっち側の方の、電車もまたこう去っていくわけでございますね。これもまた地平線の彼方に去っていくというような感じでございますね。ずっと去っていくんです。ずっとね、お見送りをしたいと思いますがですね、ずっと消えていくんですね。で地平線の彼方から、地平線の彼方からまたですね、各駅停車が1本ですね。これは多分各駅停車の茎行きだと思いますね。各駅停車の茎行きだと思いますが、その中にこうやってですね、電車がこう消えていくのがですね、ああ本当にこうなんていうかな、この霧の中に消えていくですね、電車がこうご覧いただけますでしょうかね。ということでね、上り線も下り線もね、ちょうど電車が出ちゃってね、誰もいないホームに僕ちゃん一人ということでね、映し放題でございますので、頑張って撮影を続けていきたいと思いますね。1番線に
下り電車が参ります。危ないですから黄色い線の内側にお下がりください。と思ったら地平線の彼方からまたなんか電車が来ましたね。なんだろう、なんか立て続けに何本も何本も電車が来ますね。普通縦林行きがまた来ましたね。なんか電車の本数多いな、ここ1、やっぱさすが東武東上線ですね。まだ群馬県に入ってない埼玉県ということもありますが、非常に本数多いですね、電車の本数ね。予想以上になんか多いですね。また来ました、6両編成の普通縦林行きだけど、中ガラガラですね、ガラガラ。それで駅の反対側なんですけど、さっきついさっき電車が出たばっかのに、もう結構ですね人が集まってるんですよね。だからここ結構ですね、まあここ今日日曜の朝なんですけど、周り住宅街で、まあこれから駅の外も散策していますけど、あんまり駅らしいものもない地味な駅だと思ったんですけど、結構利用客は多い駅なのかもしれないですね。さすがなめちゃいけない埼玉県ですね。ど田舎であっても埼玉県は埼玉県でございますね。都会の一部の埼玉県に、駅のホームのですね、駅のホームのこの作り方なんですが、こうやって石積みになってますよね。石積みになって結構昔の作り方なんですよ。でこっちが、1番線ですね、群馬方面に行くところなんですけど、ここで多分切れてますよね。切れてるんで、ここで1回ホームをこう延長してるということですね。でここが6両なんですよ。6両で切れて、そして、向こうの8両対応とかの方までして10両まで作ってるってことなんで、もともとは6両しか入ってこなかったんだけど、こっちのホームを延長して、まあ、8両10両が入ってくるようにしてるということですね。でこちらの方は、こちらが6両なんですが、もともと向こうまで、8両10両対応になってるということですね。で向こう側は特に延長したような痕跡はないようなんで、もともとこっち側は10両対応で、こちら側は6両対応だったんだけど、こちらも将来的に10両対応にしたのか、それとも何かの関係でホームの位置を変えたのか、何かの事情があったんだと思いますが、その辺はよく分かんないですね。また上り電車が来ますね。本当に電車の本数ここ多いですね。今度は各駅停車の久喜行き6両編成が今度来ましたね。本当に頻繁に電車が来ますね、ここはね。この2番線ですか、その浅草方面の方にはですね、改札口はなくてですね、エレベーターとあと階段ということになっているようですね。だからこの辺に自動改札1個作ってねあげればすごい便利になるのになぁとは思うんですけどもね、やってないですね。でこの辺の構造自体はものすごく古いんですが、でもですねエレベーターがちゃんとありますね。エレベーターがありますので、バリアフリー対応にはなってるんですよね。でこちらが、1番線ですね。1番線のプラットフォームの先にこうやって、駅舎があるんですね。ここが唯一の出入り口ということで、まああれですね、あちゃんとこう駅長ですね、駅長室がありますね。駅長室があって、そして自動改札機がこう並んでて、でここに、2番線の方に上がる階段と、そして、この奥行ったところにエレベーターはここから行くんですね。1番線の、ホームに上がってここからエレベーターになります。で、ここのホームに上がるために、だからエレベーターに乗るためには、階段では上がれないので、ここにスロープがついてるっていう、こういう設計になったんです。だからこのスロープとエレベーターですね、この2つのエレベーターを後からつけたと、そういう感じになってるということですね。この駅舎自体はかなり古い駅舎ですね。結構、懐かしい感じのする駅舎でございまして、こういうところに置いてあるじょうろとかがですね、なかなか俺好きですよね。いいですね、こういうの俺好きなんですよね、個人的にね。で AED がついてて、それで階段で上に上がっていくというシステムになってるわけです。で奥におトイレがあるんですけど、このおトイレ割合新しそうな感じですよね。ちょっとおトイレの中チェックしてみましょうか。ここがおトイレですね。男女用のトイレと、あと新商社トイレも完全にあると。でこっちがもう、網になってて外に出れないようになっていますというような感じですね。じゃあこの新商社トイレですね、どんな感じですかね。すっごく広いですね。すごく広いんですけど、温水洗浄便座はついてないという形でございますが、温水洗浄便座がない以外は完全な、いわゆるスタンダードなものですね。じゃあ男子トイレの中もちょっとチェックしてみましょうか。
男子トイレの中チェックしたんですけどですね、その大便器の方ですね、ずっとさっきからですね利用されてる方がいらっしゃいましてですね、多分いろんな意味で格闘されてると思うんですけれども、まあそういった感じでですね、中はちょっとチェックがすることができなかったですね。エレベーターでちょっとね、一番下の方に行ってみましょうか。これが駅のですね、跨線橋の上から見たですね、駅の外の様子ですがですね、こんな感じです。あとちょっとですね、降りてですね、詳細なレポートは撮ってみたいと思いますね。それで、防犯カメラがしっかりこういうところで睨みを利かしてまして、トタン屋根のこの屋根があって、このもの自体はすごく古いタイプです。それで、あ、いいなこれ。ご覧いただけますでしょうかね、この普通はこういうところに窓があってですね、外があんま覗けないようにしてですね、すりガラスとかついてたりするんですけど、ここはですね、分抜けですね。雨とか降ってきたらここから雨が抜けると思います。でこんな感じでですね、結構でもやっぱり河川中とか邪魔だな、思ったようにかっこいい写真にはならないですけどですね、まあとりあえず見晴らしはいいという感じですか、っていうか雨だったらこう中吹き込んでくるんじゃないかみたいな感じの構造になってます。ちょっと珍しい構造ですよね。で向こう側に下りのエレベーターがあるというような感じになってますね。じゃあちょっ と2番線の方に降りてみたいと思います。こっちも当然エレベーターがあって、そして、階段で降りるということですね。ちょっと階段で降りてみましょうか。特に広告らしいものはあんま貼ってないですけれども、ホームの方には結構いくつかね広告が貼ってあったりとかしてますけれどもですね。でこっちがですね、反対側の方の出入り口なんですけど、ロータリーがあるんだけれども改札がないんですよね。ちょっと面白い構造ですね。ちょっと後で詳しくレポートしてみましょうか。はい、それで2番線の方にね降りてきてですね、こんな感じになってますね、ちょっと向こう側の端っこの方を寄ってみましょうか。はい、それでここがですね浅草寄りですね、浅草寄りじゃねえ、浅草方面ですね。浅草方面に行く2番線のホームでございまして、結構ホームにですね人がいっぱいいるので、ちょっと離れたところから撮ってるんですが、それでそこがさっきのお便所でございますね。頑張ってた方はね外に出られたんでしょうかね。後でちょっとまた撮影したいと思います。で自転車が止まって、これはまあ業務用の方だと思いますね。業務用でなんかここにちょっとこうスペースがありますよね。で駐車場とかあるじゃないですか。これは多分昔ですね、この辺にですねこの貨物関係の施設が多分あったんだと思います。こういう駅ってそうなんですよ。だいたいここがそれで 駅長室ですよね。でこの駅舎自体は古いんですよ。で隣にトイレがと、この新商社トイレは新しくできて、でここにある広いスペースから奥に駐車場ありますよね。この辺の駐車場が多分貨物の施設に昔はなってたんだと思うんですけど、今はもう貨物扱いとか荷物扱いですね、そういったことはしてないので、まあそこが空き地になってるということです。でこっち側にもこうスペースがあったりとかして、でこっちにも空き地があって、こんな風になってって、でエレベーターとか施設があったり駐車場があったりするでしょ。だからこの辺も多分なんかですね、昔は駅の施設だったはずですね。いろいろ使ってたんだとは思うんですけど、今はまあ使ってないで、こういった単純な、対面、二面式ホーム、そしてポイント一つないというですね、折り返し施設も何もないというですね、こういう、シンプルな駅の構造になっている。しかし利用客多いですよね。本当にですね、こう利用客多いですよこの駅。だからやっぱり駅のこっち側にですね、せめて自動改札の2つぐらいですね作ってあげれば、すごい便利になるなと思うんですよね。だいたいこっち側に駅前のロータリーがあるのに、なんで無視するんだよみたいな感じですよね。ちょっと駅の反対側後でね行ってレポートをしてみたいと思いますね。そろそろこっち側のね電車が来るはずですね。この辺はちょっと錆びててね、疲れた感じもありますね。ちょうどね6両編成のねところに6両分がね、切れるということで、2両分外へはみ出して、まあ8両編成なんですから当然なんですけどね。で館林駅が出ていくわけです。で先ほどご紹介したようなホームの切れ目ですね、やっぱりそんな感じですね。
こうずっと来て、この辺は下が空いている、コンクリートパネルタイプですね。で、ここから従来型になってて、そこがやっぱり6両編成の切れ目になってるということなんで、どっかの時にこうホームをね延長したっていうことがこういったところから分かるわけでございます。と久喜東京スカイツリー浅草方面6両8両ということでですね、ホームのですねこういう案内が出てるということですね。ドア位置ですね、反対側は何もないんだよね。反対側だから、こっち反対側はちなみにドア位置のこういう説明のですねプレートがないんですよ。つまりこれ何かっていうとですね、1番線の方は降りる人だけで乗る人はほとんどいないということを考えてるということですね。つまりこの駅は東京方面から人が乗ってきて、ああまたあれですね、特急が通過しますね。やっぱ通過速度が遅い、地味な通過でございますね。一直線なんだけどね、一直線なんだけどね、いや、やっぱり一直線ですね。地平線の彼方に消えていくっていう感じがすごくしますよね。まだ映ってますね、まだ映ってますね、まだ、あやっ、あ消えた。でちなみにどれくらい遠くかちょっとこうずーっと引いてみるとこんな感じですね。はい、それじゃあね、これ2番線からですねエレベーターに乗って1番線の方に移っていきたいと思いますね。階段じゃなくてエレベーターで行きます。はい、じゃあ行きますね。こんな感じですね。でエレベーターは奥の方なんでそっちに行きたいと思います。でこれがエレベーターの方に行く道なんですけどね、ここにですね改札口を1個作ってあげただけですね、どれだけ楽になるかって話ですよね。はい、じゃあね、改札口の方に行きたいと思います。改札方面への連絡通路へ参ります、いう感じになるわけですね。連絡通路でこちら側のドアが開きます。2番線上りホーム階へ参ります。でこんな感じになるわけです。じゃあ駅舎の方にね降りていきたいと思いますね。駅舎の屋根自体はですね吹き直しているようでございますが、作り自体ではですね、昔の多分古い駅舎なんだと思うんですけど、外壁とかですねそういったものを全部直しているというものだと多分思いますね。でね、今男子トイレのね個室が空いてたんでチェックしたんですけど、やっぱりですね洋式トイレで、かつですね、その温水洗浄便座はなしというタイプでした。この切符を使ってね改札の外に出たいと思いますがですね、改札口行くんですが、ちなみに改札口の脇にねこんなやつがありますね。昆虫ですね。なんかこういうのがねレトロっぽくて好きですよね。で日光とかねそんなところにですねいろいろですね、入ってるんですが、すごいですねこのクロスボウ禁止とかですね、ラフィー合唱団とかこんなポスターもあったりとかしてですね、であと特急料金割引キャンペーンなんかこんなのもあったりするようですね。じゃあちょっと改札口に出てみたいと思います。でこれが、駅の改札口を出たところですね。自動改札機が2つあるという感じです。でちゃんと出札所があって自動販売機が1台あって料金所があって、非常に小ぶりですけど必要なものは揃っているという感じです。で時刻表ですね、なんかいっぱい電車が来るようだしたけれども、今10時台なんですけど1時間に3本か4本なんですね。1時間に3本4本ぐらいに、なんですけど、結構頻繁に来るような印象があったのは僕ちゃんがダラダラやってるからですね。そんな感じでこれが駅舎の中ぐるっとこんな感じで、一応ここにですね、フルセットのゴミ箱があって自動販売機もあるみたいな、なかなかちゃんとした駅でございますね。そして外には照明写真と、公衆電話があると。で、でまあスカイツリーのその案内があって、その下にあのこれいいですね、それ5階ですからってやっぱり体力でこれ面白いな、これ自衛隊のこのポスター、それ5階ですからって、そうですね。で万引きは許さないとかね、あとイオンモール羽生っていうのにまで行く道とかが出てますね。でタクシーは、待機してないんで勝手に呼んでくれみたいな感じになってます。でもこういうの親切ですよね、すごく。で駅前にねバス停が一つありますね。なんか改札口で定期券をね購入されてる方がいらっしゃいますね。でこれが南羽生駅でございまして、最近のこの何ですか、宅急便受け取りシステムみたいなのもあるようです。しかしこの辺は若い人が多いですね、本当若い人ばっかですね。でこれ駅舎の形なんですけど、やっぱり作りは古いけれども、改修してますね。この辺はまだその瓦になって
瓦の形で、まあ、回収をしてるってことですね。子供を守る110番とあって、これ南羽生駅、これは多分、南羽生のその、コミュニティバスだと思いますけどですね、1日に4本ですかね走ってるという感じで、こんな感じになってるという感じですね。でこっちに駅のロータリーがあるという感じです。これが南羽生駅の前景でございますね。前景というか駅舎の前景です。こんな感じですね。やっぱ古い作りなんですけど、屋根とか、窓とかああいったものは全部回収して近代的に、直してるんで、今後もしばらくこの駅舎を使うことになってると思います。で昔はもしかしたらこっち側にですね窓があったのかもしれないです。窓があったところに出入り口があったかもしれないですけど、今は出入り口を、こっち側の方に移して、駅の看板もこっち側に立ててると。だからですね、こっち側に駅の看板がないので、ちょっと向こう側の方から来た人はどこが駅舎なのかちょっと分かりづらいっていう部分はあるかもしれないですが、まあ大した問題ではないですねってことですね。でぐるーっと回ってこんな感じに、なってまして、で駅の周りにですねずらっと並んだ自動販売機ですね。すごいですね、2の4の6個の自動販売機がずらっと並んでるという感じですね。でこれが駅舎ですね。駅舎なんですよね。こっちから見るとちょっと駅舎には見えないんですけど、間違いなく駅舎でございまして、あの照明写真のこっち側からこう、あの改札に入ることができるようになってますね。でここにロータリーがあってですね、もうベンチが山のようにありますね。ここでもかっていうぐらいたくさんベンチが並んでて、で真ん中にこう駐車場みたいなのがあるんですけど、これなんか勝手に止めていいような駐車場のような気がますけど、多分送迎用の駐車場だとは思うんですけどね、なんか勝手に止めていいような雰囲気もありますが、ただですね、こちらの方駅舎の向こう側に2台ほど車止まってるのお分かりですかね。あれ月決め駐車場になってるので有料駐車場なんで、多分、有料駐車場がニーズがあるってことは、ここのですね、駅の真ん中にあるロータリーの駐車場は、勝手に止め放題じゃなくて多分送迎専用かなんかの駐車場になってるんだと思うんですよね。そうですね、駅利用者の送迎用駐車場ですね。長時間駐車場にした場合には撤去する場合がありますってことで、市役所の駐車場ってことで 1,2,3,4,5 台ほど止められるようになってるんですけどね、5台ほど止められるようになってますね。 1,2,3,4,5 って5台ほど止められるようになってますが、まあ誰も止めてないってことは、多分これ過去に撤去したことが実際あるんだと思いますね。多分撤去したことがねあるんだと思うんですよね。だから誰も怖がって止めてないんだと思いますね。そんな感じですね。駅の中方でですね、駅前にこうお住まいの方とかね、便利でいいですよね。電車歩数も多いですね。この辺に借りればよかったな俺もみたいなことを今何気に思ってます。でただ日払いでですね、止める場合には250円で駅前に止められるってことなんでね、だったらいいさ、250円で止められるんだったらね、ここで止めちゃえばいいじゃないですかみたいな気もしますねと。でこれが南羽生の駅で、ここにですね、自転車預かり所っていうのがありますね。なんかすごい倉庫になってたところで屋根の下に止められるってことなんですけど、ここはなんか一時預かりはしてくれないということなんで、一時的に自転車止めたい人はどこに止めればいいのかしら、それがちょっと見当たらないですけどね。とりあえず、一時預かりはしてくれないということですね。なんか駐輪場っていうのがないんだよな、ここの。じゃあ踏切を渡って向こう側に行きたいと思いますが、ここ自動販売機がいっぱい並んでるところで、新聞の自動販売機があって、郵便ポスト四角いやつですねがあって、ここにデイリーヤマザキとクリーニング屋さんがあるっていう感じで、他に駅のそばに商店らしいものは見当たらないですね。まあしょうがないですね。でも本当人の駅のね、人の利用者はものすごく多いですよね。もう頻繁に車の送迎がつきますしね。まあほとんどの人でも車で送迎されてるような気がする。はい、これ踏切のね、真ん中に立って映してるんですけどですね、素晴らしいですね。まさに直線ですね。直線一直線っていうのは ここが一番わかりやすいやな。ただ電車が来るときはですね、ここは映せないんですよね。なんか電車がまた一路こっちから迫ってきてますよね。ずっと遠くの方にほら見えますよね、走ってるのがね。だからもうすぐ踏切が鳴るはずなんですけど、まだ鳴らない。あ、鳴り始めましたね。じゃあ、どうなったんで外に出ましょう。こっち側もこんな感じですね。グズグズしてちゃダメだ。到着した電車はね、区間
急行館林行きですから多分8両だと思いますね。全ての電車がですね改札の一番先頭のところで止まるんですね。群馬方面に行くやつはそれはもう乗客の利便性を考えて当然だと思いますね。3人ぐらいを4人かそれぐらいの方がですねやっぱ数名程度毎回下車されてるということなんでねやっぱ利用率高いっすよね。はい、それでこっちがですね、ここが駅舎でしたね。駅舎があってで跨線橋があってエレベーターがあってエレベーターのルートがあるんですけどこちら側には何もついてないという感じですね。こんな感じです。で広いこう、ロータリーがあるんですね。ロータリーがあってなんか送迎用のこういうですねシートみたいなこういうあの車待ちのスペースまであるんですよね。でもここにはですね改札口がないんですよね。だからこのアンバランスが俺本当好きなんですよね。だからここで乗り降りをしてもここから、電車に乗れないのになんでこんな立派なロータリーとこんなタクシー乗り場みたいなこんな立派な待合所があるのかっていうこのギャップがですねものすごく面白いんですよね。だからここに改札を1個作ってあげれば本当に良かったのかなみたいな気はものすごくしますよね。でこれが駅ですね。改札がない方の駅前ロータリーです。これ何のためにあるんですかねこの駅前ロータリーのところであれあの車の乗降場屋根までつけてね。で、こんな感じになって一応、近所のねこんなんで案内がありますけどね皮膚宮食堂とかね、駅前食堂みたいなのがあるみたいでそしてよしこ美容室って美容室がありますね。必ずありますね。で歯医者さんはないかしら。大抵ね歯医者さんとね美容室が必ずあるんですけどここにちょっと歯医者さんは見当たらないようですね。はい、というわけでね、南羽生駅のですね散策がほぼほぼ終わったので、また次の駅に移動していきたいと思いますがですね非常に利用客の多い駅です。意外とそれで、若い人がとにかく多いんでなんか学校がなんか近くにあるんですかね。本当に若い人の利用が多いっていう駅だなと思いましたね。でやっぱり思うのがですねこっちが駅のねこれだけ利用客が多いんだったらやっぱり駅の反対側駅舎の反対側にもですね自動改札機ぐらいつけてあげたらいかがですかみたいなですねご提案をちょっとはしたいなとは思うんですがただですね多くの人がですね、車で送迎されているという面も多いので車で送迎だったらまあその踏切渡って回りゃいいだろうみたいな発想もあるんですけどね。ただやっぱりこの駅の構内の移動ですよね。この駅舎の階段ですねこの階段を登って、まあ、エレベーターももちろんついてますけれども上がって上をぐるっと回ってこの上ですよねこの上をぐるっと回って、回ってこっち側に行かなきゃいけないというこの手間がやっぱりですねちょっと面倒くさいんで、朝夕の平日のラッシュ時どれくらいお客さんが集中するか分かんないですけど、まあ、こちら側に自動改札機1個つけるぐらいだったらやってあげてもいいんじゃないかなっていうのがありましたね。はい、それじゃあですね、次の駅に移動します。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。